こんにちは、旅行コンサルマヨです。本日は長野県松本市のおすすめ宿泊施設8選をご紹介します。上高地白骨温泉、サワンド温泉の動画は以前制作したので、興味のある方は概要欄からご確認ください。この動画はその3つのエリアを除く松本市の動画になっていますが、松本城の城下町として発展した松本市にはまだまだたくさんいいところがあるのでお楽しみに。概要欄には紹介する施設のページ URL を貼っておくので、詳細を知りたい方はご活用ください。また動画の後半には紹介する施設の位置関係をマップにまとめておりますので、ぜひ最後までお見逃しなく。では紹介を始めます。1施設目は松本十条です。全室35平米以上。こちらは300年以上の歴史を持つ老舗旅館小柳の再生プロジェクトにより誕生したホテルです。敷地内には豊かな地と出会うをコンセプトにしたブックホテル松本本箱と、ベビー&キッズウェルカムの新しい温泉ホテル小柳という2つのホテルがあり、どちらも全室に源泉かけ流しの露天風呂がついています。温泉は脱衣所と半露天のシンプルな浴槽のみの柳の湯、日帰り温泉施設としても開放されている琵琶の湯の2つが楽しめます。その他施設内にはブックストア、ベーカリー、ショップ、レストランなどを構え、浅間温泉のエリアリノベーションを目指した複合施設として街歩きが楽しめます。食事はローカルガストロノミーをテーマにした2つのレストランにて、信州各地で採れた野菜を使ったコース料理がいただけます。アクセスは松本駅から車で20分、送迎はございません。2施設目は扉温泉明神館です。全室10畳以上。こちらは松本の奥座敷、標高約1050メートルの扉温泉で1931年創業、木々に囲まれた癒しの温泉旅館です。客室は2021年春にオープンした苔の沢と自然をイメージしたお部屋や、露天風呂付きのラグジュアリーなお部屋、純和風のお部屋など全部で9タイプ。きっと宿泊してみたいお部屋が見つかるでしょう。温泉は目の前に広がる自然と一体となれる立ち湯のほか、空と山を眺められる寝湯、露天風呂、内風呂が楽しめます。その他の設備はオープンテラス、売店、エステ、リピーター専用のクラブラウンジなどがございます。食事は日本料理またはオーガニックフレンチから選ぶことができ、創業者の代からある自家農園で栽培した高原野菜をふんだんに使用しているのもポイントです。アクセスは松本駅から車で30分、予約制の無料送迎もございます。3施設目は美しが原温泉追分屋旅館です。全室8畳以上。こちらは毎年リニューアルを重ねる洗練された和の館内と、それぞれ作りの異なる客室で和の風情を楽しめる温泉旅館です。温泉は奈良時代から地元の人々に親しまれる美しが原温泉保温効果に優れているのが特徴です。入れ替え制でお座敷風呂や泡エステの湯など6種類の個性あふれるお風呂が楽しめます。その他の設備はアルプス展望カウンター、庭園、足湯テラスなどがございます。食事はオリジナルの器に盛り付けられた四季折々の懐石風料理をソムリエが厳選した信州産ワインとともにいただけます。アクセスは松本駅から車で15分、送迎はございません。4施設目は美しが原温泉湯宿泉屋善兵衛です。全室6畳以上。こちらは蔵をイメージさせる外観が印象的なノスタルジックな温泉宿です。客室は全部で15室。城下町の風情漂う民芸蔵造りのお部屋はどこか懐かしさを感じられるでしょう。温泉は陰泉もできる滑らかな弱アルカリ単純泉、24時間利用できる内風呂と3つの貸し切る風呂がございます。その他の設備は足湯、陰泉処、談話室がございます。食事は個室お食事処にて、夕食が一人一人の好みに合わせて選べるコース料理、朝食が目の前で焼く
卵焼きが評判の和食膳をいただけます。アクセスは松本駅から車で15分、送迎はございません。ご施設目は浅間温泉ホテル玉の湯です。一部シングルルームもありますが、ほとんどのお部屋が8畳以上。こちらは元気になれる宿をコンセプトにしたバリアフリー設計の温泉旅館。館内は車椅子での移動もしやすい設計となっています。客室は全部で14タイプ。和の趣とぬくもりにこだわった和モダンな雰囲気が素敵です。温泉は男女それぞれの大浴場とヒノキ露天風呂、3つの貸し切り展望露天風呂、バリアフリー貸し切り展望個室風呂と種類が豊富なのも嬉しいポイントです。その他の設備は夕食後のミニコンサートが開催されるふれあい広場、ロビーラウンジ、お土産どころがございます。食事は信州の旬の食材を知り尽くした料理長が腕を振るう懐石料理を半個室のお食事どころにていただけます。アクセスは松本駅から車で13分、送迎はございません。6室目は浅間温泉菊の湯です。全室6畳以上。こちらは伝統的な本棟作りを今に伝える木造りの宿です。館内はまるで小さな美術館に来たような懐かしく温かな空気が流れています。木のぬくもりが感じられる客室はほとんどのお部屋が源泉かけ流しのヒノキ風呂または内風呂がついているのが魅力です。温泉は入れ替え制で菊をかたどったイタリア産大理石を湯船に浮かべた菊風呂と露天風呂と内湯を備えたビニ風呂が楽しめます。その他の設備は代々集めてきた美術品や工芸品が展示されたギャラリー、お土産どころがございます。食事はお食事どころにて、信州産はもちろん全国から取り寄せた季節感あふれる食材を使用した野菜中心の懐石料理がいただけます。アクセスは松本駅から車で13分、送迎はございません。7施設目は松本丸の内ホテルです。全室18平米以上。こちらはちょっと贅沢な上質のホテルライフをコンセプトにした松本城内に位置するホテルです。利便性に優れ快適性を追求した客室は落ち着いた色合いと上品な雰囲気のインテリアが特徴になっています。その他の設備はカフェのみとシンプルですが、縄手通りや中町など松本を代表する観光地へ徒歩でアクセスができるので周辺散策もおすすめです。食事は夕食が新鮮な地元の食材をふんだんに使用した和洋折衷創作料理松本キュイジーヌ、朝食が登録有形文化財に指定されるレストラン等にて和洋の種類豊富な料理やフルーツ、ドリンク類が揃うビュッフェがいただけます。アクセスは松本駅から車で5分、送迎はございません。8施設目は星野リゾート界松本です。全室45平米以上。こちらは音楽とワインを味わう温泉三昧の宿です。純和風の建物ながらモダンな雰囲気を持った客室は全部で6タイプ。一室限定で愛犬と宿泊できるお部屋もあり、全26室のうち15室が露天風呂付きになっています。2つの湯殿で8種13通りの多彩な湯あみが楽しめる温泉をより満喫するためには、入浴前に界松本の湯守が浅間温泉の歴史とともに泉質や効果的な入浴法を教えてくれる温泉いろはのツアーに参加してみてはいかがでしょう。その他の設備は毎晩コンサートが開催されるロビー、マッサージがございます。食事は創意工夫を凝らした目でも舌でも楽しい季節の和懐石やワイン好き鍋懐石などの特別懐石がいただけます。アクセスは松本駅から車で13分、送迎はございません。今回紹介した8施設はこちらのマップの位置にございます。また詳しい位置と情報は概要欄に載せた施設ページのリンク先からご確認ください。本日は長野県松本市の中から8施設を紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回紹介できなかった施設でも素敵なところはまだまだたくさんありますが、この動画が皆さんの長野県松本市の旅行に役立ったら幸いです。ということで本日の動画はここまでです。
この動画が良かったと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また、皆さんのおすすめ旅行情報や感想、応援などのコメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。